はい、皆さんこんにちは。ヤリアンチャンネルのヤマトです。今回の動画は残像暗戦2日目の猛然たる逆炎の時を攻略していきます。それでは早速見ていきましょう。猛然たる逆炎の時、蒸発溶解反応による加算効果プラス 40%。 蒸発溶解反応を12回発動すると残像異能効果を獲得できる。そしてこれは1秒ごとに1回カウントされます。これの影響で残像異能効果を獲得するためには最低でも12秒はかかるということになっています。連続で起こしても意味がないので注意しましょう。残像異能効果中は蒸発溶解反応による加算効果プラス 40%、 かつ反応を起こした位置に衝撃波を放ち周囲の敵にダメージを与える。この効果は4秒ごとに1回のみ発動可能。そして残像異能効果を獲得すると強敵が現れる。ここは同じですね。前回同様にこの地脈では強敵以外の敵は倒しても無限に湧き続けます。そのため残像異能を発動させることだけを考えて目標に関係のない敵は無視して立ち回っていきます。今回の残像異能獲得条件は蒸発溶解反応を12回起こさせることなので、水キャラか氷キャラを1体、炎キャラを1体は必ず入れる必要があります。その中でもおすすめなのは追撃系の爆発持ちか通常で元素攻撃を行えるキャラです。残像異能を獲得するまではとにかく蒸発と溶解反応を狙っていきましょう。強敵に関しては HP を回復させることはしてきませんが、合計で6匹も倒さないといけないので時間との勝負になります。全員が氷の盾持ち、バリア持ちなので素早く剥がして倒すようにしましょう。おすすめの編成はこちらになっています。1番はライデン将軍、イエラン、ベネット、シャンリンのライデンナショナル編成です。やはりこのパーティーは強いですね。今後カフカがミッションとなる地脈も出てくると思うので、その時もこのパーティーは使えると思います。あとはシャンリンのところをジンさんに変更したサンファイアオーバーベイプ編成も氷のシールドや盾を一瞬で剥がすことができるのでおすすめです。星4編成で考えた場合でも、ゆくわき、シャンリン、ベネットのナショナルチームは今回の地脈ととても相性が良いです。もう1枠どうすれば良いかということなんですけれども、基本的には通常攻撃を連打できる映像や炎飛などがおすすめです。この1枠をフィッシュルにして感電、蒸発、カフカの3つの元素反応を駆使して攻略するのもとてもシナジーがあって強いです。では最後に実戦ということでフィッシュル入りのナショナルチームで攻略しているところをお見せいたします。どうぞ。歌よ西となれ、雨描きがたし全力攻撃だ。師匠の技を喰らいなさい。私は精神と共にあれ。股間奥義さい、動くべきだ。形はみんなは俺が守れ。断罪の名に、師匠の技を喰らいなさい。ウオパー、影のカラスが優雅を求めている。ふっ、嫌だ。はっ、やっやっ、料理の時間。ふっふっへっ、股間奥義雨気がたし、ふっ全力攻撃だ。Ha ha!
わかるかい？夜の権限。みんなは俺が守れ。師匠の技を喰らいなさい。ウオパー寄って。はい、というわけで以上になります。この動画が少しでも役に立ちましたよっていうことであれば、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、パーティーを作る上での質問等ありましたら、週1で配信も行っていますので、気軽に遊びに来てください。はい、それではさよなら。